皆さん今海外でとある女性が話題になっていることを知っていますでしょうか。こちらのアカウントです。 A girl Jennifer、 通称ジェナと呼ばれているらしいですね。プロフィールとか何も見れなくなっているんですけれども、元がこちらになっているみたいですね。 A girl Jennifer、 ほら女性の方でしょ。なんとですね、この女性発ハッカーらしいんですね。こちらのサイト、ジェンナ・ロブロックスハッカーは誰ですかということでまとめていただいているサイトがあるので、それをね今回読んでいきたいかなと思います。あ、概要欄にも一応リンクを貼っとくね。もともとなんかロブロックスハッカーであるそのジェンナってやつがいたらしいの。これジェナかな。それが2022年の2月、今今年ですね、今月帰ってくるんじゃねえかっていうので海外でめちゃくちゃ話題になったの。それが皆さん2月7日から8日、今日が2月13日、なんで約1週間前に戻ってくるんじゃねえかっていう説が流れて、海外の全ロブロックス YouTuber がジェナが来るぞ、ジェナにハックされるぞみたいな感じで取り上げたらしいんですよ。簡単にそのジェナっていうのが誰なのかっていうようなストーリーがあるみたいなんで、ちょっとそれを読んでいきます。ジェナは2017年にロブロックスのオンラインデートをしていました。オンラインデートって確かダメですよね。規約上アウトみたいな気がするんですけれども、その時は OK だったのかな。2017年、男の子が彼女と別れた場合、彼女ジェナらねは彼ら男どもをハックハッキングして彼らが住んでいた場所を見つけたと。そしてその後ハッキングした彼女ジェナは2月7日と8日に戻ってくるということだったので、今回は女の子をハックするというふうに人々に伝えたと。前回は男性をハッキングした、今回は女性を対象にハッキングしていくよっていうことを伝えてたわけですね。そのため多くの動画ではロブロックスアカウントを持っている女性の方はハッキングされないようにアバターを男の子に変更するかオフラインにする必要があることを示唆していましたと。まあこれはでもフィクションであって真実ではないって書いてるけど、まあ実際どうかわからない。まあ海外 YouTuber が騒いでるわけだからね。今回はそういったジェナに関わる動画になっています。なんとですね、このジェナ作品があるみたいなんですね。ロブロックススタジオでテンプレで作られてるやつ、アクティブ1500人です。何もないような場所かもしれないと思うじゃん。みんなここ見て、真ん中誰かいない。本来であれば皆さんこういった形になっているんですけれども、誰かいない。ほらほら、明らかにおかしくなってるんですよ。訪問数 9M、 バグり散らかしてるということなんで、今回は閲覧注意で僕が確認していきたいかなと思います。他にもね、このジェナを題材にしたストーリーマップとかもあるみたいなんで、まあ、ついでに紹介できればいいのかなと思います。それでは見ていきます。大丈夫かなこれ。俺ハッキングされるんじゃないかなって少し心配してるんだけど、いるんよ明らかに。ここに書かれてる文自体はテンプレートだね。はい、じゃあ見ていきます。見て、ほら、アップデート2月8日戻ってくるよって言ってた日、2022年2月8日にちゃんとアップデが入ってます。見ていきます。はい、ということでやってきました。見た目はテンプレだと思うが、周り見てください皆さん。本来であれば真っ白い景色のはずが真っ赤な血で染まっています。ジェナの仕業でしょうか。人間の頭の中にセブンっていう、7っていう文字が書かれていますね。これ何なんだろうね。山の上にジェナがいるってことかな。さあ全く何もわからないね。あ、え、なんで、あ、よかった。テレポート、え、でね、なんかバグってる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 。なに。とりあえずさ、どっから行ってみる？ほら、いろんな道があるんですよ。ジェンナが通った道があるんですけれども、一旦山の上気になるから登ってみるわ。ジェナのアップデート入ったらしいんですけれども、本当にアカウントがハックされるのかどうかっていう感じですね。この奥にいんのか、ジェナ。行くわ。他のプレイヤーもいるね。ほら、他のプレイヤー普通にいる。ただ、見た目は何もいないが、え？なにこれ。なんか文字化けしてるんだけど。押すわ。人の顔かこれ。Join me。 え？あ？ Attempted login。 え、なんか、え、ジェンナ？この体験から外されました。なんか文字化けしてるこれ。ハッキングしてるじゃんこれ。ジェンナになってる。本来であればここ別の文字なんですけど、これジェナになってますね。こちらの山の方にもですね、皆さんほら、道になってるというか、血がタラタラと垂れている状況ではありますという感じなんで、確認していくね。ほら、ジェンナの足跡が湖の中に入っていってるぞ。さあ、この湖の中に何かあるみたいなんで、じゃあ入っていくね。ほい。え？
誰かいるぞみんな、大丈夫か。なんかバタフライというか蝶々かなんかにかたどった、これもジェンナなのか。これ難しいな、ことんの。よし、これできるか。ジェナ、ジェナ、どういうことなのこれ。よく意味がわかんない、これ。何がしたいん。はい、みたいな感じでですね、まあ、こういったジェナーさん、すごく話題になってるみたいなんですけれども、なんとですね、話題が話題を呼びすぎて、ここにジェンナって入力すると、見てください、皆さん、この数。ジェナマップで溢れてるんよ。こういったジェナー、まあ、おそらくフィクションだとは思うんですけれども、まあ、これだけ流行ってるってことはね、すごくやる価値があるのかなと思うんでやっていきます。皆さん、こちらやりましょう。ジェナ。ジェナが到着しました。友達を掴んで、ロブロックスを救ってください。友達を掴む掴んでってこと、こう犠牲にしろってこと。はい。ということで、このマップですね、皆さん、5人以上じゃないとできないみたいなんで、ちょっと動画班を無理やりぶち込みます。今日転んで尾底骨痛めた。え、お前も骨痛めたの。え、マジで俺お腹行こうかな。ワンチャン折れてる。マジでめちゃくちゃじゃん。5人以上だったら強制的に始まるらしいから、オッケーオッケーオッケー。多分これで始まるはず。中においで、だって。なんかまあその、全部英語なんでどういうストーリーかようわからんけど、まあなんとかしましょう。ジェナはもうすぐやってくるぞ、だって。ジェナってやつはだから悪いやつじゃねえのか。どうなんだろうね。ようわからんな。ジェナはいいやつなのかもしんない。チェインを見つける、隠れんぼしてるってこと？見つけたらお金がもらえるみたいな。どこに隠れとるんや。探そうぜ。さあ、うん、早すぎる。うん、他のプレイが見つけちゃったよ。ジェンナってところで誰なのって言ってる。ほら、ジェンナはロブロックスの中にいて、彼女はバンされてると。え、チェイン？おい、なんか今ジェンナの、おい、なんか飛んでいってる、ほら。なんかジェンナの話をした瞬間殺されたぞ。おい、ジェンナの話をした瞬間さ、なんかハンマー投げられたぞ。あっつってる。誰だこれ、マジ。あ、死んだ。何これ。あ、部屋の中に入れってことだったんだ。はい、ということでなんとか戻し作業成功しました。チェインがハンマーで倒されます。その後に部屋の中に逃げ込めっていうような指示がありましたね。そうすればオッケーらしい。ほら、これやられました。多分部屋に入れって多分指示が入ると思うから、いや、来た。はい、ゲットインザハウス、部屋に入れ、一旦逃げましょうってことかな。チェインに何が起こったんだって言ってる。わかんない。なんかバンハンマー、あ、アカウントハックとかだから、バンされるハンマーが与えられたってことか。アカウントが削除されましたよってことか。そういう意味合いね。ってことはこれ、ロブロックスのゲーム内の話だよってことだね。うん、誰やお前。うん、誰、見えねえんよ。ジェナがなんちゃらつってるけど、見えねえんよ。ジェヌ、ハッカー has arrived。ハッカーがやってきました。ジェナはここにいる。どこにいるんだ？あれがジェナ？この真ん中のやつがジェナってことか？多分ここにジェナがいるみたいなニュースがありましたよね。だから主人公たちはやってきたわけだ。どうやってジェナを排除するかみたいな。あ、だからジェナを倒す側に回ってるわけだね、僕らは。キリンに話しかけろみたいな感じか？ジェンナの軍隊がここにやってくる、だって。めちゃめちゃ走ってるよ。どうしたのそんな走って。オープンはクリエイト&テイクはバット。はい、開けて、バットを持てだって。なるほど。これでジェンナの軍隊を相手にしていくわけだ。アカウントバンされないようにね。Let's do this! ほら、みんな持ってる。ほら、キリンも持ってるぞ。かわいいね。あ、来た来た来た。ハッカー来た、みんなハッカー。ほら、ジェンナ軍隊がやってきた、みんな。みんな、ジェンナ軍隊がいる。ジェンナ軍隊がみんな、やれ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 、ほら。ほら、バンハンマー持ってるわ。お前ら戦わねえとアカウントバンされるぞ、お前。うん、だから、お前は何がしてんだ、ほら。お前何寝とるんだ、お前は。やれやれ、みんな。バン軍隊を倒せ。バンされるな。アカウントバンされない。やるぞ。ナイスー。いいね。待って。トミーはどこに行った？え？トミー？トミーを探しに行けだって。あいつバン、トミー？トミー？え？トミー？ああ。トミー死んじゃった。ジェナってやつは要はね、乗り移るわけなんだよ。いろんなアカウントに乗り移ったりするらしいのね。っていうことなんで、今はこのジェナってやつは、このめっちゃ強いやつに乗り移ってるらしい。オッケー、くるくる回せ、くるくる回せ、とりあえず。多分今は多分無理。今、みんな、今、ほら。やれ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 、全員叩け、全員叩け、全員叩け。来た来た、みんな、今、やれ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 、倒そう倒そう倒そう。はい、ナイスー。倒したかな？はい、とりあえず、ハッカーは倒したが、トミーは死んじゃってるね、間違いなくね。バンされてる。
なんか完全にもう建物壊れてるけどね。ほら、ロブロックス本社に行ったんだけど、もう完全にほら、ジェナの軍隊に壊されてるんだよ。ボロボロ。見つかるんじゃない。捕まるなよ。彼女らは強いって言われてる。それにしちゃ足遅えけどな。めちゃくちゃ足遅えけどね、それにしちゃ。みんな見つかんない、みんな見つかんない、見つかんない、見つかんないよ。見つかったら終わるぞ。100% 終わるらしい。オッケーオッケーオッケー。全域残ってんな。入り込もう、入り込もう。入った。ほら、B ってある。B。何やろ、B って。あ、いる、なんか、あ、ビルダーマンいた。なんかもう骨折れてそうやけど。え、お前大丈夫、キリン。キリン？お前気をつけろよ。うん、踏んでるぞ。ね、ビルダーマン思いっきり。え？キリーン！バンされた。ジェナだ。こいつです、皆さん。これがジェナですよ。さあ、皆さん、ジェナとのバトルが始まりました。とりあえずはもう、とにかく我々は攻撃を避けることしかできません。うん。なので、一旦は待機ということで行きましょうか。で、おそらくね、ほら、ああいう攻撃が一旦収まったら、攻撃というか相手、ジェナに多分ね、ダメージ与えられると思うんで、一旦もう逃げるしかないね。隠れて、安全地点隠れて。来た来た来た、みんな、やれ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 、全体だけ、全体だけ、全体だけ。なんで、痛ーい！めっちゃ飛ばされた。オッケー。さあ、もう一回来ると思うから隠れようぜ。この上安全地帯じゃない？うん、全然安全地帯じゃねえよ。全然、ノット。ノットー！あー、もう一人もやられた！嘘でしょ？みんなやられたんだけど。待って、俺も死にそうだよ、みんな。俺も死にそうなんよ、みんな。残されたのは二人だけか。来た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 。俺ともう一人のプレイヤーでなんとかやるしかないね。やれ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 。二人でやれるのか、本当に。いってー。うん、なんかバグったんよ。うん、なんかバグった。みんな、なんかバグったんだけど。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか？何も動けなくなりましたね。さあ、このクリア後どうなるのか気になった方はぜひともね、やってみてはいかがでしょうか？ジェンナストーリーということで。まあ一応フィクションらしいんですけれども、まあ海外ではね、すごく流行りになって、まあ女性がハッキングされるということで全員なんか男性スキンに変えたりするような動きがあったりだとか、海外ではね、大きな話題を生んでいたらしいです。日本じゃ全然流行ってなかったけどね。なので皆さんよかったらね、今後ともこの動画を見、あ、このチャンネルを見ていただければね、ちょっと海外のね、そういった情報とかが先取りで得られると思うんで、よかったら皆さんやってみてください。そんな感じで、ちょっとなんかバグり散らかしてるんで今回の動画終わりにします。皆さん、じゃあお疲れ様です。バイバイ。